こんにちは。ナナです。なんだかお久しぶりの対局だったように思いますが。いやー、今回も鳥肌の立つすんばらしい対局を見せてくれました。なんだか中盤あたりで、すでに今日は珍しく解説者が先手の一手勝ちだと断言しているトークがあったので。ああ、これで藤井竜王名人が勝たないと、王座が誰よりも喜んでいるだろうと想像しちゃっていましたが、最後の最後でまたしても見せてくれました。さすがとしか言いようがない。途中で流れを逃したとしても相手のミクロの緩みを捉えてとがめていくわけですから、本気で誰が勝てるんだって感じですよ。村田六段は当然あと少しで勝てるというところに来ていることは感じていたはずですから、逃した勝利に悔しさがあふれるはずですが、対局後もその気持ちを切り離し、熱心に感想戦を行っていたのがとても印象的でした。実は、スポニチが事前インタビューを行っており、村田六段は、棋士人生をかけて戦うと意気込みを語っていました。しかも、戦型まで村田システムで行きますと明かしての挑戦だったのです。これは、独自に編み出した戦型ですが、そういえば、菅井八段も同じようなことを言っていましたね。今の最強の棋士に、振り飛車でどこまで通用するか試したいと。村田六段は、八冠を取られるか注目を集めている。止めたいではなく、棋譜で証明したいと意気込んでもいました。その言葉通り、終盤までは、かなりの優勢を築いていた。ああ、とことん研究してきたんだな。藤井竜王名人にとってノーマークだっただろうからしょうがないと、自分で自分に言い聞かせながら主張していました。ですが、またしてもミラクルが起きた。いやあ、どうでしょう。ミラクルだと、運の良さが前面に来ますが、ここまで来ると、完全に、この流れも実力で掴んでますよね。藤井竜王名人は裏切らないし、そんなに簡単に負ける相手でもないってことを証明してくれました。そういえばマークするなんて概念は存在しないでしょうから。どのような相手であってもその時持ちうる最善の将棋を指すのみというかっこよさを貫いています。それでは対局を振り返りましょう。唯一残るタイトル。王座への挑戦権をかけた戦いとなる。日本経済新聞主催第71期王座戦挑戦者決定トーナメントが6月21日10時から関西将棋会館温情団の間で予定通り行われました。将棋会館での対局も新鮮ですし、スーツであることもまたなんだかいつもと全く違う印象を受ける。そして今日はお昼にバターライス。なんだか昔に戻った感覚を覚えてしまった。持ち時間は、チェスクロック仕様の各5時間で使い切ると、1手60秒未満の着手。本局は、先後が振り駒で決められ、先手は村田六段に決定。戦型は相掛かり。この対局は、アベマだけでなくロキポでも配信されており、見逃し配信でも、現在視聴ができます。ここでの解説は、杉本八段と中澤女流二段が担当していましたので、こちらでも見直してみようと思います。藤井竜王名人は、王座戦だけは、本当に不思議なことに、これまでご縁がなく、第66期から参加していますが、初参加で挑戦者決定トーナメントベスト4まで勝ち進んだものの、それがこれまでの最高成績でした。今期は、シード権が発動され、本戦からの参加で、1回戦で中川大輔八段に勝利し、2回戦に進んできました。今期は、この調子で挑戦権を獲得し、ついでにタイトルもいただく予定となっております。村田六段は、第57期から本期戦に参加し、挑戦者決定トーナメントは、第59期以来2回目の登場でしたので、そういう意味でも力が入っていたと思われます。対戦成績ですが、藤井竜王名人の3戦全勝となっており、ここで、また一つ白星を伸ばしました。ちなみに、これまで、藤井竜王名人が先手で戦ったのは、初めて対局をした2018年10月の棋聖戦の時のみ。後手でもやっぱり強いよね。
最後の対戦は、2019年の C 級1組順位戦で、相掛かりの将棋ですが、そこから、4年経っています。戦っていない間に村田システムを生み出していた村田六段。最強の相手で、オリジナル戦法の進化を問いたいと話をしていましたが、いいところまで行ったのですが、やはり勝ち切る難しさを突きつけられてしまった。4年間の集大成をぶつけましたが、藤井竜王名人は、それ以上に、凄まじい成長を遂げていたのです。解説者ご一同様が、この対局では、終盤に入るまで、もう、完全に先手が勝ったという流れで話を進めていました。それも、そのはず AI 形勢は、80手目で、先手 94% と儲かつ、でしょと示していたのですから、無理からぬこと。ですが、そこからの巻き返しが凄まじかった。94手をもって、村田六段が投了するまでの14手で、華麗なる巻き返しをしたのです。と言いましても、81手目を先手が指した瞬間、94%から 4% に撃沈しているため、その一手で落ちたと言えます。村田六段が間違えてはいますが、そのように指させるように藤井竜王名人が誘導していたのは、言うまでもない。それに応えてくれた村田六段だったということです。両者1分将棋に入った80手目で、藤井竜王名人は5級金とします。七駒を作ってから、自玉の詰めろを解除し、先手を焦らせる勝負術の一手。これに先手が思わず乗ってしまった。焦った様子で、村田六段が、同、銀と金を取り払い、一気に形勢が逆転したのです。藤井竜王名人の想定通り、同、銀とした先手。それに、7五同、銀で、先手玉の詰み筋を固めたのです。はい、もう逃げられません。時間もないですし、新村田システム無念の敗退となってしまった。94手をもって、藤井竜王名人の勝利。終局時刻は21時37分。両者とも時間を使い切っての激闘でした。またもやエグすぎる将棋を見た。次は、左の山の勝者を決める戦いとなる準決勝が羽生九段と行われます。対局後両者は、次のような感想を語っています。まずは勝利した藤井竜王名人から、中盤から攻めを受け止められる展開になってはっきり、苦しくしてしまったかなと思っていました。終盤も、ずっと苦しい局面が続いていて、最後の最後に勝ちになったのかなと思います。84手目88竜と切って、勝ちになったのかなと思いました。昼食休憩の局面で、何か、最初は手がありそうかなと思っていたんですけど、考えてみると、思わしい手段がなかなかなくて、本譜は進んでみると、8号の桂が負担になってしまってもう少し。頑張る順があったと思うんですけどちょっと、そのあたりで、自信がない展開になってしまったと思って指していました。終盤は足りないと思っていました。準決勝に進むことができたので、気持ちを新たに頑張りたいと思います。羽生九段との対戦は楽しみですし、いい状態で臨みたいと思います。このように、記者からの質問に答えていました。藤井竜王名人は、巻き返すための勝負の手を1分で考えちゃうんですよね。頭の回転が早すぎるのと、ひらめきの質が高すぎる。そして村田六段は、昼食休憩あたりは、まずまずかなと思って、その後、悩ましい局面が続いたんですけど、終盤、ちょっと4六角とかわしたところを大長考していたんですけど、角をかわさずに勝とうとして、それが寄りそうで寄らなくて、時間を使ってしまって4六角を発見して勝ちだったと思うんですけど、時間切迫で4六角に気づくのが遅かったです。たどり着くのが遅かったです。序盤について、序盤の手順によっては、6八銀と上がるケースも想定していたので、本譜は、6八銀を保留して、得になる形があるかなと思っていたので、想定していたものより、自分の中では、本譜は、得をしたと思っていました。対局前に村田システムで臨まれると答えていましたが、これは村田システムでしょうかと聞かれ、新村田システムでした。まだ、
公式戦でも1局しかやったことがなくて、4局盤を挟んだ今の心境は、そうですね。具体的には、3三銀と上がられたところとか、とにかく、自分が全く見えなかった手を指されてて、勝負と来られて、勝ちがなかなか見えないところに、藤井七冠に勝つ大変さを思い知らされました。このように、率直な感想を述べています。村田六段としては、帰って振り返ってみると、さらに悔しさが増すような対局かもしれません。ですが、対局って、その極度の緊張感の中で、どれほどのパフォーマンスが発揮できるかも問われていて、自宅で将棋を指しているような感覚とは全く別物ですよね。しかも相手は藤井竜王名人。なかなか思い通りにはいきませんよね。それでも、終盤入り口までの戦いでは、完全に形勢を勝ち取っていたので、すごいと感じていました。どちらかといえば、これでもダメなのかという印象でした。それにしても、村田六段は、全く嫌味なところがないのが不思議。対局前に、あれだけ対抗心をあらわにしていながら語りはとても、穏やかで温厚そうだからかしら。しかも、対局後の言葉も、本当に正直な感想だなと感じましたし。これで、またさらにバージョンアップした村田システムを作るための着手となるのか。実は、藤井竜王名人と村田六段は、板谷一門の流れに属しており、ご縁があるんですよね。村田六段も、詰将棋が得意とされているため、共通点が多い。そういうところでも、村田六段は、考えるところが多そうですよね。この勝利に対して、将棋ファンは、次のような声を上げています。藤井竜王、名人、王座戦トーナメントの勝利、おめでとうございます。大逆転、まさに大逆転に興奮しました。村田六段、強かったです。途中まで綺麗な曲線で、今年の八冠はダメかと諦めかけていたのですが、まさか、号泣金が即詰みにつながる罠だとは。これ、普通に銅、銀としますよ。これが、敗着というのはあまりにも恐ろしい。まして、持ち時間がわずかな中で、あの罠は恐ろしいの一言です。藤井竜王、名人に勝つのがいかに難しいか、改めて見た気持ちがします。でも、村田六段の作戦は本当に見事だったと思います。このお二人がどこかで再戦するようなことが、もしあったら、どのような戦いになるのか楽しみですね。いつになるかわからないですが、次の機会を楽しみにしています。すごい大逆転でした。後手番でもあり、徐々に、評価値と持ち時間に差を広げられて、今回は、さすがの藤井さんも敗退か、と思い、気や終盤での大逆転。20数手詰めを1分将棋で読み切って、最後は怒涛の勝利でしたね。すごい。やはり持ち時間がなくなると、人間はミスが多くなりますね。そこに逆転ドラマが生まれるチャンスが出てくる。そこがまた面白い。この逆転はえぐすぎる。村田六段の村田システムの相掛かりから名局かと思われる差し回しで、さすがに、藤井七冠も八冠挑戦がついえるかと見えたのですが、金のただ捨ての勝負手から、まさかの村田六段の落首を誘って、最後は一気に詰める切れ味はさすがでした。次の羽生戦も楽しみです。村田六段、大金星なるかと思いましたが、やはり史上最強棋士である藤井七冠の牙城は高いですね。村田六段は、関西若手四天王の一角として豊島九段、糸谷八段、稲葉八段と並び称された実力者。しかし、レーティングからも、下馬評では、藤井七冠の勝利は疑われなかったが、蓋を開けてみれば、勝ちまでも見えた大熱戦でした。村田システムとは知らなかったですが、序盤を角道を開けずに、銀を5筋近辺へ上がり進める戦法という認識でいいんでしょうか。とにかく、その村田システムがハマり、藤井七冠、大苦戦となりましたね。非常に見応えのある大熱戦でしたが、最終盤での七冠の読みの精度は、毎度のことながら人知を超えたものがありますね。何はともあれ、藤井七冠勝利おめでとうございます。次戦は、
先輩七冠の羽生九段。また、素晴らしい対局が見れそうですね。終盤の時間がない中での6、4人は、相手は取る、取らないの選択の先に、取らない場合に、どの手を指すかでまた考えさせられるので、桁違いの終盤力を持つ藤井先生しか指せないような勝負手でした。しかも、その銀が、最後は詰みに効いてきて、その長手数を、秒読みの中で読み切って踏み込んで指すなんて、すごいものを見てしまいました。解説の千葉七段が、銅、銀は危なそうですね、と言った直後、村田六段がその手を指して、その瞬間、評価値が大逆転。私も思わず、と叫んでしまいました。が、本当にすごいのは、むしろここから。村田玉に23手詰めが生じましたが、飛車を切る大技から入るしかなく、それ以外の手は最大逆転してしまう状況。藤井竜王が勝つには、1分で23手詰めを読み切るしかありません。藤井竜王なら読み切るという期待と、さすがに無理だろうという不安が交差する中、藤井竜王が飛車を切りました。うおおお。また叫んでしまいました。もう、すごすぎて、叫ぶしかありません。その後の詰め手順も、決して簡単ではありませんでしたが、もう完全に読み切っている感じでした。おそらく、後世に語り継がれる名局だと思います。さて、準決勝は、王将戦で大激闘をした羽生九段戦。激闘間違いなしでしょう。このような声が上がっていました。村田六段が勝利かと思われた時間が長かったため、王座も安堵していたはずです。この勝利で一番うつうつとしているのは王座に違いない。この調子で、今期は、間違いなく藤井王座になるでしょう。今週は、史上初の八冠誕生ですね。Against the door, I can hear your laugh resonate behind that door. You don't even see me when she's there. I could disappear you.